はい、どうもこんにちは。今日もヨーヨーの練習やっていきたいと思います。じゃあまず食いしぼからいきます。本当にすごい食いしぼが苦手なんですけど、でもちょっとずつ成功率が上がってきた技なんじゃないかな。前は本当にほぼ全くと言っていいほどできなかった技なので、ポッピンフレッシュもなんか安定してきましたね。これもできなかった技なんですけど、比較的結構安定して成功するようになりました。最近だとちょっとシーシックの練習もしてるんですけど、シーシックマジでできないです。フュージョンの最初を通せうまく通せるようになったらだいぶいいんですけど、あーやばい、バインド本当に下手くそだ。こんな下手なことある？いやあ、違う、クイジボやるんだよ。クイジボ練習しよう。今何わけのわかんないことしてたね。いきますよ。よし、バインドキャッチもちゃんと意識して練習するようにしましょう。さすがにね、バインドが甘いままだとちょっと恥ずかしいです。あれっすよね、ちょっと外れちゃうし、ミスって顔面に当たるのが怖いっていう。だから C チックが上手い人は歴戦の勇者って僕は呼んでるんですけど、いやでも歴戦の勇者になりたいですよ。僕も C チックをマスターして、お、クイジバ、いやでも本当に前より成功率上がりましたね。マジで顔面に当たるのが怖くてねえ、もうこういう安全圏をめっちゃ練習しちゃってるんで、そういうねことが起こらないようにしたいですね。フックとかもちょっと始めました。フック始めました。ボヨンボヨンもやばい。ボヨンボヨンも下手くそだな。ちょっとシーシックがあまりにも見切れすぎてて、なんかちょっと放っておけなくなっちゃったんで、取り直します。シーシックだけ取り直します。ちょっとさすがにね、確認したいな、自分の。なんかもうアウトだろ、これは。わざわざ取り直すレベルでもないんだけど。今日のシーシックはこんなもんですね。いや、本当にありがとうございます。ご視聴。